えー、23歳女性です。虐待により複雑性 PTSD ・介離性障害を抱えています、えー。就労支援にて資格習得を試みるも記憶することが難しく学習性無力感に苦しんでいます。大した学歴も資格もありません。年金とバイトでそれなりそれとなく生きていくしかないのでしょうか。まあ、これも同じだよね。だから虐待っていうそのトラウマの影響で自分の人生を満足に生きられなくなってしまってるっていうことだよね。 うん、で、支援を受けているんだけれども、十分にこなせてなくて、なんかすごくこう、悲しい場所に行ってしまってるということですね。うん、だからまあ、仕事だけがこうしあの、人間の価値を決めることでもないし、まあちゃんさんは、まあ誰からもこう、 ね、評価されない敵と戦っているというか誰にも知られない敵と戦い続けている人生なんですよねだからそういう人たちがまあいるんだよねで世の中の人っていうのはそういう人たちがいることを見えてないんだよねだからあの病気と闘っているっていうことを理解してないんだよねだから会社で働くとか会社で出世するとか なんかね、それだけが人生の、なんか勝者だみたいな形で語られがちなんだよね。うん。でも、本当は違って、僕らは、その、不幸に勝つとか、病気に勝つとか、その、生き延びることが重要なので、その、なんていうのかね、そういう戦いっていうのもあるんだよね、世の中には。 それれがなんかこうあんんまり知られてないんだ,よ、ねうん、だからそういうのはねどうしたらいいのかなとか僕も思いますけどまあそれとなく生きていくっていうかあなたはすごく大変な敵と戦っていると思うのでまたもっと誇りに思った方がいいんじゃないかなと僕は思います。